力んでます。私たちもしっかり力を入れて力んで打ってます。アドレス、テイクバック、ここ何にも力は変えない。アドレスからテイクバック、トップ、ここから変わるのはグッとこう、もうおへそ、腹圧を目標方向に向かってこう解き放つような感じで、スピード感を持ってお腹を一生懸命力入れてください。皆さんこんにちは、プロゴルファーの青山香織です。今日は力まず飛ばす方法について解説していきたいと思います。これは最大の課題ぐらい皆さん難しいと思われていることだと思うんですが、私たちのスイングを見て皆さん言われるのは、なんであんなに軽く振ってるのに飛ぶんだろうって結構よくギャラリーの方に言われたりするんですが、力んでます。私たちもしっかり力を入れて力んで打ってます。ただ見た目ですごい力んで見えるところとないように見える、その違いをちょっとご説明していきたいと思います。力むか力まないかだったら力んでいいですからね。結局どっかに力が入ってるから飛ぶんですよ。その辺の違いを説明します。まずアドレスからいきましょう。アドレスでは結構リラックスしてます。ヘッドをこうですね、浮かせて構えてらっしゃる方もいると思うんですが、まずこの浮かせて構えると、私はちょっと肩に力がもうこの時点で入りやすいので、私は下に置いて、グリップの圧力はちょっとこの指の付け根に力が入ってるかなぐらいで、そんなにギュッて握りしめたりしてないです。ポーンとこう置いてる時によるリラックスっていうのはあります。あとは足はしっかりこう地面をギュッと踏んでる感覚、下の方に足の裏がギュッと入ってます。この腰骨のところは結構張りがあるような、上からですね、背中のこの腰骨の後ろあたりにこう物を置かれても安定してるっていう感じですかね。ぐらついたりとかそういうのがないように、ここに物を置いてもこぼれ落ちないような感じです。あとはお腹なんですよ。こう前に倒しているとこうお腹ってちょっと力抜けやすいんですけど、ここもしっかり力を入れてる感じ。ただここの時に上半身は置いているので、ただここで握ってるだけです。でここからテイクバックはグリップを握ってる、このグリップが緩むとこうグニャグニャしてしまうので、そこだけグニャグニャしないようにこの三角形をキープできるぐらい、ガチガチってなってこうやってあげない、緩すぎてもダメ、アドレスの形がキープできる力で上げる。なのでそんなにテイクバックでもガチガチに力入ってるわけではないです。ここからですよね、皆さんが気になる力の入れ具合なんですが、トップが出来上がったらお腹の腹圧です。もう完全にここからは腰とかそういうのでもなくて、お腹をひたすらここから目標方向に、もう最大限の力で素早くおへそを目標方向に回し切る。グリップの圧とかはもうアドレスから変わらなくていいです。ただやっぱ打つ瞬間っていうのは皆さん自然とギュッとグリップに力が入ります。それは全然 OK です。そうしないとクラブポンって飛んでいっちゃう可能性もありますし、アドレス、テイクバック、ここ何にも力は変えない。アドレスからテイクバック、トップ、ここから変わるのはグッとこう、もうおへそ、腹圧を目標方向に向かってこう解き放つような感じで、スピード感を持ってお腹を一生懸命力入れてください。手の力を抜くとかどっかを抜くっていうのは難しいですけど、人間の体はどっかに集中するとそこだけが力が入るような習性もあるので、力を入れる集中をすることによって逆に手元に力が入りづらくなると思うので、アドレスは楽に、トップも楽に、こっから一気におへそで振っていく。もちろんヘッドがビューンって走るんですけど、これはお腹が先行していくことによってヘッドが遅れてきながらこの瞬間に走っているビューンっていう音なので、この瞬間にグリップが抜けないようにしっかり
握っているだけで、あとはおへそがリードして力を入ったおへそが頑張って飛ばしてくれます。なので皆さん力抜かなくてもいいので、力を入れるポイントを押さえてみてください。しっかりトップができたら腹圧、お腹、おへそに力を入れて目標方向まで一気にスピードアップ。ちょっとここ気をつけてやってみてください。